きのデートコースを用意したよ。君たちまだチョコボレンタルの会員になってないよね。じゃあまずはこれを。これでチョコボを自由に使えるよ。名前はキュマちゃん、よろしくね。二人にはこの子に乗ってクラムシェルビーチを遊覧してもらいます。かわいい。ただ目的もなく散歩するのもなんだから、貝殻を取ってきてもらおうかな。せっかくだし、できるだけ大きいものがいいな。僕はここで待っているから、二人で素敵な思い出を作って貝殻と一緒に届けてね。チョコボデートなんて私初めて。何度か乗っただろう。それとこれは別。確かに貝殻を探すのは初めてだな。はぐらかした。もしかして緊張してる？まさか。楽な仕事だ。緊張してる。あ、兄貴、どうしてここに？ああ、ジョニーに材料を探すよう依頼を受けた。おお、さすが俺、最強の助っ人ってわけだ。なんか気味悪いな。実は材料集め終わったんですけど、モンスターに襲われて落としちまったんです。ジップラインを使って逃げてきたので、多分その辺りに落ちてると思うんです。兄貴、お願いしてもいいですか？できるだけ多く集めてもらえると助かります。兄貴が来てくれて、これで100人力だ。ああ、実際俺たち100人で戦っても負けるよな。そもそも怖がって誰も戦おうとしねえよ。結構大変そうだね。そうだ、私たちも分身しちゃう。これ以上かき乱すな。面白いと思うけどな。想像してみて。ほら、ユフィーちゃんがいっぱいだよ。ユフィーちゃんズにお任せあれ。クラウド、あっちに行ってみよう。いや、あっちの方が怪しいよ。マテリアはどこだ？うっし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 。シュ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 。クラウド？クラウド？クラウドってば。ね？楽しそうでしょ？そうは思えない。この辺りかな。その前に掃除が必要だ。
備えだ。連携しよう。うまくやってよ。お任せあれ。ほい。トリュウ。届け。そこから狙える。ここで仕掛ける。今がチャンスだ。いただきます。チョコボのように舞い。またね。それビシッとね。肉だ。飛んでっちゃえ。このまま決めよう。飛んでけ。沈め。どうぞよろしく。まずはチョコボに乗らないとな。素敵な思い出作らないとね。落ち着いていけ。任せなさい。お手並み拝見。私の出番。いけ。それに任せるね。俺が出る。味はどうだろうな。そうだね。でもクラウド、味気にしなさそう。まずくても文句を言わないだけだ。あ、聞いたことある。そういう人、ある日突然爆発するって。エアリス、これは何の話だ。もう、慣れて。可愛らしいね。二枚貝の片割れを持っている兵士が戦場には大勢いたんだ。ああ、家族や恋人と持ち合いっこするんだよね。ロマンチック。
だよね。その貝殻を誰かに見せると、それは死の予兆に変わる。そんな話。ありゃ、外れ。お手本。これだ。任せたよ。いいとこ見せなきゃ。よっと。やっ。そこから狙え。下がっていろ。まだ余裕。頼んだぞ。まあ、待ってなさい。それ。届け。よし、任せて。よし、おしまい。ここまで。終わったね。面白い形。大きさもまずまず。かなり集まったね。そろそろ戻ろっか。満足したか。その言い方なんかずるい。クラウドこそ満足した？嘘でもいいから、まだもっと一緒にいたいって答えなくちゃ。それが次につながるの。俺を困らせようとしているのか。こういうわけじゃないけど。浸透がお待ちかねだ。気負いすぎる。
信ずるものは己の筋肉、流した汗に。貝殻を集めてきたのかな。チョコボデートは楽しかった。これはすごいでしょ。博物館とかに飾った方が良さそう。女性を笑顔にするのは貝殻か思い出か、あるいはその両方か。うん、おかげで新作水着のモチーフが決まったよ。僕は店に戻るね。あ、後でビーチのイベント会場まで来てよ。水着の発表会を開くから。それじゃあまた。今度は二人乗りしてみる？チョコボ。スピードが落ちる。ゆっくり景色見るのもいいと思うけどな。前は譲れない。いいよ。じゃあお邪魔します。